皆さんおはようございます。今上海にいますということで、私は今上海のディズニーランドにあるディズニーランドホテルの、トイストーリーホテルっていうホテルがあるんですけど、そこに実は宿泊しております。ということで、年末年始ずっと中国にいたんですけど、ちょっとだけプライベートの時間を使って実は上海のディズニーに来ました。私ディズニーランドが本当に大好きで、日本も年パスを持ってるんですけど、中国の上海のディズニーも実は年パスを持っていて、で私が持ってるのは土曜日が使えない年パスなんですけど、だいたいね本当に5万円ぐらいなのかな。でだから1回まあ1万円って考えたら、入場券がだから本当に安いんですよね。5万もしなかったかな、なんかそのぐらいでめちゃくちゃ安くって、でも元が取れるぐらい行ってるんですけど、今回はこのトイストーリーホテルで Get Ready With Me をやりたいと思います。ということで、上海のディズニーに行く前に一緒に準備をしませんかという動画をやりたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということで今私ベースメイクとあとファンデーションは塗っています。コンタクトもつけた状態でここから色を入れていきたいと思います。まず前髪を留めます。すごく可愛いですよねこのホテル。私本当に今日はね上海のお友達がいるんですけど、一人でね泊まったのこの部屋ねなんか興奮してちょっと眠れなかったですはい、まず、結構いつもとメイクと変わらないんですけど、チークをつけていきます。ラデュレのチーク、ブレストチークで109、ちょっとピンクとコーラルピンクが混ざったような色味です。結構今日は濃いめにつけようかなと思っております。ディズニーなんでね。で今日は東京のディズニーランドもクッキーちゃん、クッキーあんちゃんがお披露目になったと思うんですけど、実は上海のディズニーもねクッキーあんちゃんが お披露目になって、でグッズもね売ってたりとかするんです。日本で売ってないグッズをね昨日夜ちょっとゲットしたので、それをね身につけたいなって思っております。チーク完成です。続いてはアイシャドウをつけていきます。アイシャドウこれほんと大好き、サナエクセルのローズピンヒール、もうめっちゃ優秀、海外行く時も絶対持っていくし、もうとにかくさ手のひらサイズっていうのはめっちゃいいですよねっていうので、まずねこれも前結構紹介してるんですけど、この辺を二重まぶたにつけます。色がね本当に上品で私大好きなんですよね。反対もつけていきます。上海ディズニーの魅力はやっぱりなんかすごくグリーティングが充実してるってとこで、日本だと本当1時間待って、1人、1時間でもいい方か、1人とかしか会えないけど、だいたいなんか2人とか囲んでくれたりとか自撮り OK だったりとかするんで、それがすごくなんか日本よりも空いてるんですよねグリーティングが。で私的にその上海ディズニーで一番好きな乗り物はカリブの海賊がもうめっちゃいいんですよ。
日本って多分開園当時からあるものだから、ちょっとこうレトロな感じっていうか、まあちょっと建て直されてるからあれなんでしょうけど、でもなんかね、映像美がすごいの。なんか本当に海の中にブワーって入るような映像美なんですよ。だからね、結構上海ディズニーのに行った時に結構また衝撃だったんですね。カリブの海賊が一番。だからぜひ皆さんもあの上海ディズニーに行く際は乗ってみてください。はい、で続いて手でつけていきます。このちょっとだけピンクをアイホール全体につけていきます。もうね、適当です。今日は別にプライベートだから適当に塗ってます。で目の下の方もちょっとだけつけていきます。このブラウンをこの目の際のところにつけていきます。立体感を、あ、間違えた。やばい、大丈夫かな。立体感を出すためにつけていきます。なんかよく見えない。とにかく可愛いですよね、トイストーリーホテル。なんか一人で泊まりますって言ったらちょっと苦笑いされて一人ダメなのみたいな。あんまり一人で泊まる人いないのかな。はい、じゃ茶色をつけていきます。もうほんとここをくの字につけるって感じだね。これだけあるだけでだいぶ立体感が違います。こんな感じ。あとはちょっとさっきのブラウンの部分をちょっとだけアイラインみたいな感じで、まあアイラインまでいかない、一応私アイラインは引く派なのであれなんですけど、でもそんなにねうまく引けないんですよね。だからちょっとだけアイラインっぽく、まあ、立体感を出すために茶色を目の際全体につけます。実はあの外をね、これあの見せたいんですけど、ディズニーランド側じゃないんですよ。ここすごいね、果てなのね。だから駐車場しか見えないんですよ。だからディズニーランド、その外素晴らしいって感じのね景色ではなく、ディズニーランドのディの字も見えず本当に駐車場でございます。だからね、外見せたいけどね見せれない感じでございます。ちょっと立体感が出たと思います。はい、続いてはこちら大好きなやつ、ウズアイオープニングライナーの多分ダークブラウンアイラインをつけていきます。結構私は全体につけます。デカめにしたいのでね。でちょっとだけ出します。この部分だけ本当に 0.5 ミリぐらいかな、出します。なんか子供が騒いでますね。こんな感じです。ちょっとだけ目がはっきりしたと思います。
続いてはマスカラをつけていきますけど、まずビューラーですね。最近ね、新調したんですよ。っていうか、この間免税店で買ったんですけど、資生堂のビューラーです。で、マスカラはですね、これもね、最近新調したんですけど、エテュセの、ラッシュバージョンアップリッチロング、これめっちゃ長持ちするんですよ。ボリュームっていうよりも本当にくるっていうカールをめっちゃキープしてくれるので、これを使っていきます。なんか今日本当はアーリーチケットを私あるんですよね、まあ、ホテルに泊まってるので。だけどずっとイベント続きと移動続きでも疲れてしまって、本当はね7時8時前には入れるのかなんか分かんないんですけど、だけどもう今日はちょっと今はね時間8時ぐらいなので、もうディズニーはオープンしてると思うんですけど、ちょっと私は元気がなくて行けませんでした。だからなんかこの下にねレストランがあるんで、そこで朝ごはんでも食べようかなとか思ったりしてます。今日は友達がね、11時くらいに上海に住んでる中国のロリータちゃんの友達がいるんですけど、その子が来るので、その子が来るまではぼっちディズニーなんで、海外ぼっちディズニーマジで寂しいです。はい、じゃあエテュセのラッシュ、これねこういうコーム型になってるんですよ。だからめっちゃ塗りやすくてカールもキープしてくれるのでめっちゃいい。最近ね、なんか買ってて、なんかそれこそ中国のロリータちゃんの中で話題で、このエテュセが。で、普通にボリュームキープしてくれるやつもあるんだけど、なんか下地みたいな。でもなんかこれはマスカラになってるので、よりキープみたいな。本当にね、1日ずっとつけてても、ちゃんとカールが続いているので、めっちゃいいです。なんかもしかしたらボリュームマスカラとの後の仕上げにつけてもいいのかなとか思って、コーム型になってるから本当に仕上げにもいいしって思ったりはしてますけど、まあ、今日はねプライベートのディズニーなのでイベントではないので、まあそんなに。まつげ塗るとき絶対口開いちゃうんだよね、私。大丈夫か。こんな感じでーす。わかるかな。めっちゃ上がってるんですよ。はい。で、リップはこのオペラのリップティントの104番つけてきます。ちょっとなんか紫っぽい色でもね、つけるとそんなに紫ではない。このね、やっぱちょっと乾燥してて中国も、だからちょっとこういう感じでつけていきます。はい。あとは今日はねツインテールにしようと思っておりますので、髪を巻いていきたいと思います。髪の毛はツインテールにしてみました。ちょっとなんか暗くなって申し訳ないんですけど、髪の毛を巻いていきます。25ミリのコテで巻いていきます。今日は実はクッキーあんちゃんになろうかなと思っておりまして、ちょっとふわふわっと巻いていきます。結構薄めにとって、でくるくるします。でいつも毛先だけ巻いてるんですけど、今日はちょっとパーク内にこう遊ぶので、根元っていうか頭側から巻いてます。こんな感じになります。これをもうひたすら取り続けるって感じ。
と謎ですけど、まあまあ雰囲気良ければそれでいいし、感じでございます。こんな感じで巻いていきます。結構くるっとしてます。じゃーん、着替えました。あと髪の毛もちょっと巻いて、クッキーコーデの完成です。はい、ということで、私普段というか多分20年ぶりぐらいにパーカーを着たと思います。じゃーん、これがなんかクッキーちゃんに、まあ上海にも上陸して、でなんかお洋服買いたいなって思ってるから、クッキーちゃんのパーカーが売っていて、あ、パーカーかーと思って、どうやって着こなせばいいんだろうってすごい思ったんですけど、今日はイノセントワールドさんの黄色のね、このワンピース、これね、ワンピースなの、中普通にワンピースの上にこれを着て、そしたらまあ割と黄色同士だし、なんかちょっと茶色っぽいのも入ってて合うなって思ったので、ちょっとパーカーに挑戦したいと思います。あとクッキーちゃんのカチューシャをつけているのと、あとね、今回購入したものもご紹介したいと思うんですけど、見てください、これめっちゃ可愛くないですか。これはね、首につけるマフラーと、あとこれはね、ペンケースなのかな、こうなんかチャックになってて、でもね、顔がもうやばくて寝ちゃってるクッキーちゃんなんですけど、でもまあ私別に学生とかじゃないので、ペンケースとしては使わずに、なんかリップ入れとかちょっとお化粧ポーチとかとして使いたいかなと思います。あとはボールペンも売ってたので、ボールペンも買いました。なんかね、リンゴ持ってるのでカチッカチッとやると、なんかリンゴ食べるのかな、これかわいいと思って買いました。で、今日はこのね、パーカーを着てパニエを履いて膨らませて、でこのね、クッキーちゃんのマフラーをこう首にね、寒いのでね、まあ東京と同じぐらいかな、首にこういう風に巻いて、こんな感じかな、こんな感じで、もうクッキーだらけだね、お出かけしたいと思います。それでは行ってきます。